私が本物の女性アイドル、おっさん AKB の鉄板だよ。そういうやつだと思っといていただければ結構です。アイドルってみんなに幸せを届ける、それが仕事だと思うの。なので不幸な人を探しています。あ、今日の会場結構多そうだな。どこだどこだ、不幸な、はあ、あそこに胃炎で息が臭くなってるっぽいおじさんがいる。あれは不幸そうだぞ。ちょっと行ってみよう。すいません、すいません、あなた、胃が悪くてちょっと口が臭くなってるおじさんですか？うん、ただ単に口が臭い。おー、なおかつ胃も悪いや。より一層深刻な人だ。じゃあ、自己紹介しまーす。君と僕は被害者と加害者。謝罪してる、すいませんでした。両脇にスイカがある限り、あ、すいません、返してませんでした、すいませんでした。はい、ただの食いしん坊転売屋じゃありません。47歳のおっさんイケビ鉄板マトロです。プッ。いや、まあ、口が臭い、うん、まあ多分でも歯磨けばある程度は改善されると思うんですけどね。あ、歯磨くくらいなら死んだ方がマシ。いやいや、絶対歯磨いた方がマシですよね。何言ってんのこの人。いや、まあそういう何かしら事情があるんでしょう。この人も大変な人なんだよ。いや、ってことはより一層深刻だよ。この問題なんとか解決してないとな。命がかかってるからね。なんとかしてあげないと。よし、わかった、おっさんだったら鉄板が解雇されるアイドルを見て、それを養分にしているオタクをやって応援してあげるよ。うわ、妊娠して解雇だって。なんだよそれ、意識低いんだ、バカが。バカがこら。お、ちょっと待って、裏アカウントで自分のグループの誹謗中傷してて解雇。いや、これそういうんだからダメなんだ。お前普通に自分でやめりゃいいんじゃねえか、バカ野郎。自分をつっとくだよ。どう。歯磨いてみる。今ので、やった本人が言うのもなんだけど、今ので歯磨く勇気が湧いて、まあ前向きになれたならいいよね。うん、アイドル大成功。人助けって素晴らしいですよね。というわけで続いてが最後の曲です。なんだってふざけんな、限られて限られて、わーこの野郎、おい寂しじゃねえかこの野郎、おいこれふざけんなよ。みんな応援ありがとう。というわけで続いてはおっさん AKB オリジナルソングとなります。聞いてください、ペパーミントハート。ペペ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 ペでもすっきりしないの、もんもん。はい、せーの、すっきりなしよ。はい、ペッパーミント邪魔をしないで、ペッパーミント、もうこうなったら金で解決。はい、3万円、さっさと3万円しまくぞ、エンジェル。ありがとうございます。いや、みんなもね、なんか悩み事とか不幸なことあったときは鉄板の握手券買って会いに来てね。以上、鉄板でした。ありがとうございました。
Thank you.